はい、どうもこんにちは、RJJ の岡本です。この度ですね、福岡県北九州市にあるボヘミアン柔術さんで、一番絞りのセミナーをやることになりましたので、今日はそのお知らせをいたします。日にちがですね、2月の11日、祝日の金曜日、時間が15時から16時30分の1時間半になります。今回なぜ、一番絞りをやるのかと言いますと、代表の江橋さんと、事前に相談をしたところ、一番絞りに対する、リクエストが一番多いですよということで、今回一番絞りをやらせていただくことになりました。このセミナーのタイトルがですね、北九州へ愛を込めてという形になっているんですけれども、やるからにはですね、絶対にものにしてほしいんですね。DVD とかオンライン動画を見たりとか、自分なりに独自で研究をして一番絞りをチャレンジしている方もいると思うんですけれども、私がこうせっかく、関東から北九州へ行くからには、確実にものにしてほしいと、単純にその技自体を説明して終わりというのではなくて、以前よりもコツがつかめたとかできるようになった、スパーリングとか試合で決めることができるようになったというふうになってほしいので、そういったタイトルをつけています。一番絞りに、興味があると、やってみたけれどもなかなかうまくいかないという方、DVD とかオンライン動画を見たんだけれどもなかなかうまくいかないという方にも、もちろん参加をしていただきたいです。そういった方にはですね、私がですね、一人こう修正をして、私が2022年、現在ですね、一番効果的に決まるというですね、風に思っている一番絞りに修正をいたします。あとは、そういった方だけではなくて、例えば女性の方とか、白帯とかですね、初心者の方にも親切丁寧に教える自信があります。私はもう50回以上ですね、やってきていますので、だいたいどういった悩みがあるのかとか、どういったところでうまくいかないのかっていうところがですね、だいたいもう把握できていますので、セミナーに参加してよかった、また参加したいと、思っていただける自信があります。ぜひですね、参加していただければとても嬉しいです。であとですね、江橋さんとお話をして、セミナー終了後には懇親会を開催する方向で考えていますので、そちらで柔術の話でもいいですし、私が柔術を始めたきっかけとか、ワールドマスターの時の話とかですね、皆さんの柔術上のこう悩みとか、そういった話もできればと思っています。もちろんね、プライベートな話もいいですけれども、コミュニケーションを図ることで、皆さんと仲良くできればいいなと思っています。2月11日のセミナーでお会いできるのを楽しみにしています。それでは今日は以上です。ありがとうございます。